せーの、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、のったんです。ということで今回もですね、 APEX の動画になるんですけども、先日ちょっと生配信してる時にこんな感じの動画あったら嬉しいんだけどって言われたことが一つあったのが、キーボードとマウスのどこをどういう風に押してるのかが見たいっていう風にね、言われたことがあるんですよ。まあ、なんか確かに僕もそうだなと思ってて、なぜならなんですけど、例えばしゃがみレレレとかレレレ打ちとか、どのキーをどの指で押してどういう風に指を使ってるのかっていうのが、まあ、正直分かりづらいじゃないですか。で結構ね、なんかこの今左下に僕キーボードの表示出してるんですけど、なんかこうやって見えるようにはしてあるんですよ。結構見えるようにはしてあるんですけど、いや違えんだと、それはそれでいいんだけど、どの指で押してるのかを俺は知りてんだよっていうことをね、思ってたんですよ。なんで今回は、そのどの指でどのボタンを押してるのかっていう風のを見れるように、一応こんな感じでカメラもね用意して指の動きを撮ってますんで、まあ、いい感じに合わせていけれればなって思ってます。さあ、じゃあちょっと一回やってみましょうか。まあ、ちょっとざっくりと簡単なレレレ打ちのことを解説というかあれだけさせていただきますね。はい、じゃあまず簡単な基礎知識からいかせていただきます。レレレ打ちとは何ぞやですね。レレレ打ちっていうのは、武器を構えている状態でこういう動きをすることですね。こういう動きをして、まあ、打つと、こういうことですね。で武器によって横に移動する速さが違いますと。この武器 R301 はアサルトライフルなのでちょっと遅めです。例えばここからここまでの間をエイムを動かさずに移動するとこのぐらいのスピードがかかります。じゃあウィングマンだったらどうかというと、ウィングマンはこれね非常に速いです。これね移動もめっちゃ速いです。まあ、ちょっと今2倍ついてないんで、これ等倍になってるんで余計その違いもあるんですけど、ちょっと2倍にしようか。2倍にしてる状態で動かすと結構速さの違いあるの分かります？これだいぶ速いですね。正直あんまりその普通に横移動する速さと変わんないんじゃないかなってぐらい速いです。なのでこんな感じで打てるという感じですね。じゃあしゃがみレレレとは何ぞやと。しゃがみレレレはこういう感じで、こういうしゃがみの中にレレレの中にしゃがみが混ざってる感じですね。で一応しゃがみを入れっぱなしで横移動しているとこの遅くなるタイミングがあるんですね。この遅くなるタイミング分かりますか？横移動が遅くなりますよね。この横移動が遅くなるタイミングまでは普通の移動速度と変わらない速さでしゃがんでいくことができるので、まあヘッドライン、いわゆる頭のラインをずらすことができると。ということはこう右に行くときも左に行くときもこうやってしゃがんであげると縦の動きが加わって敵の攻撃がかなり当たりづらくなるっていう感じですね。昔なんですけど、僕デフォルトの設定で C にしゃがみが入ってると思うんですけど、僕は C をうまいこと使った方がいいんじゃないだろうかと思って、左手で、こんな感じでやってました。見えますかね、映像見づらいんですけど、人差し指と親指で C キーとこの D キーを押してで A で左にずれるという感じでやってました。じゃあ今はどうかというと、僕はこのコントロールキー、左のコントロールキーを使うようにしているので、右行って左行って右行って左行って右行って左行ってみたいな。でなおかつですね、右に行くときに、しゃがみを入れるのは最近やめました。右に行くときはそのまま、左に行くときに下がる、で右に行くときにまたこんな感じで、そうすると結局この縦の動きって戻る動きとしゃがむ動きで両方ともあるんで、そんなにしゃがみを入れる必要ないなっていうふうに思ったので、僕は右に行くときにそのまま移動して左に行くときにしゃがみも入れるっていう感じにしてます。なんかこういう感じの動きですね。こういう感じの、こういうのいつ使えるかっていうと基本近接ですね。まあ遠くで打ってるときにももちろんこういう感じで動いたりとかすることっていうのはあるんですけど、それよりももっと近距離になったときにこういう、ここでこう動いてあげると相当当てづらいです。でなんかもう近距離はこう当てる感じでね、ちょっと殺しきれなかったからもう一回撮っていい？近距離の時にこう横移動を挟みながら途中でこうしゃがみを入れると、でなおかつ敵に打ち始めるとこういう感じになるってやつですね。まあこのド近距離の状態で右左右左で普通にレレレしてもいいんですけど、それだけじゃなくてレレレとしゃがみを入れてあげて、ここからこういう感じですね。こういう感じでやってあげるとしゃがみレレレができますよと。まあ、正直かなり当てづらくなるんじゃないかなと思います。
で僕普段ライフラインよく使ってるんですけど、ライフラインってもともとヒットボックスがちっちゃいんで、ライフラインでなおかつこの近距離でレレレ打ちとかするとしゃがみレレとかするとマジで敵の攻撃当たらないです。でまあド近距離ってなるとやっぱあのショットガンを使うことが多いと思うので、まあ、ショットガンを使いながらなおかつこのしゃがみレレレをする感じになるとマジで敵の攻撃当たらないし、ショットガンもしっかり当たってくれるみたいな感じになるんで、すごくいいと思います。こんな感じでもう一回やってみますね。まあ、右左とか行きながらこういう感じですねってなったりとかすると、まあかなりかなり当てづらくなるんじゃないかなと思います。じゃあ、実際にキャラクターがどんな動きしてるかっていうのを見てみたいと思います。はい、ということで戻ってきたんですけど、ですねキャラクターの動き、まずレレレするとこんな感じですね。これがいわゆるレレレ打ち状態で、これでこの状態でなおかつ、まあ、打つってなるとこういう感じですね。こういう感じ、これがいわゆるレレレです。でこの状態にしゃがみが入るとこういう感じなんですね。まあだいぶ当てづらそうな感じはしますよね、正直ね。レレレ、これがレレレで、かつこれにしゃがみでしゃがみレレレで、両方ともにしゃがみを入れるとこうなります。でも正直この両方ともにしゃがみを入れるという風になると、このあんまりヘッドラインがなんか上下しない感じがするので、それよりは右に行くときとか左に行くときとかはそのまま、まあ逆でもいいです、これでもいいです、こんな感じでも別に構わないんですけど、何しても右に行くときと左に行くときでどっちかにしゃがみを入れてあげた方がヘッドラインが結構変わるというか、キャラクターの体もちっちゃくなるんで敵からは当てづらくなるんじゃないかなと思います。というかそもそもしゃがんでる状態でこうやって動いてるだけでかなりちっちゃいんで、まあ、かなり当てづらさはあると思います。なおかつこれがレブナントだったりとかするともうしゃがみレレレ早いんでマジで当たんないと思います。おすすめです。じゃあちょっとおさらいしてみたいと思います。普通のレレレがこれですね。でこの状態で左に行くときだけしゃがみボタンを押すことでこんな感じになります。もうこれだけで十分当てづらくなりますね。でこれを例えばこういう感じで右2回しゃがんでみたりとか、左右左右左2回しゃがんで右1回みたいなのとかも入れながらやっていくとパターンが変わってかなり当てづらくなるんじゃないかなと思います。あとまあこの射撃訓練場の中での小技なんですけど、これ今三人称視点になってると思うんですけど、この三人称視点のやり方はですね、この一番上のこの右奥ここまで来ていただいて、でアイテムを全部捨ててこの状態でしゃがんで下向いてキャラクターをチェンジするとジャキーンっていって三人称視点と一人称視点を切り替えてあげることができます。今ちょっと一人称に戻しました。でもあの十分出尽くされてることなんですけど、最近ねやっぱりキーボードとマウスやり始めたよって人も中にはいるかもしれないので、そういう人のために射撃訓練場の、まあ、ちょっと便利な使い方について解説しておきます。後ろ側ですね、キャラクターが出てくるところの一番右側の入り口から中に入っていただいて、そうするとここの上に足場があるんですけど、この足場に何らかの方法で乗ります。パスファインダーとかでね上登ってもらえると一番簡単なんじゃないかなと思います。この状態でまたアイテムは全部なしでしゃがんでる状態でキャラクターをチェンジするとジャキーンってまた行ったの分かりますよね。こうするとこのダミー人形くんがね動くようになります。これでこんな感じでダミー人形が今これで動いてる状態になってるんで、そうすると、まあ、より射撃訓練の練習になるんじゃないかなと思います。で白いダミー人形と赤いダミー人形と青いダミー人形、3種類いるんですけど、それぞれによって攻撃してくる方法が違うので、まあなんかなんていうんですかね、いい感じに練習相手として使ってあげるのはいいんじゃないかなと思います。なんかこんな感じで撃って倒したらまた湧いてくるんで3体同時に湧きます。これで倒したら3体目倒すとまたここに湧いてくるようになります。こんな感じでまた湧いてくるの でそしたらまた湧いてきたやつと、戦闘を繰り返すみたいな感じにすると、まあ、無限に射撃訓練ができるというかね、完全に止まっているダミーを撃つよりはまあこうやって
動いているダミーを撃った方がより練習になるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひそれは試してみていただけたらなと思います。それから戦闘していると攻撃されるとどんどん HP 減っちゃうんですけど、キャラクターチェンジをすると HP が全回復するので、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、例えばブラッドハウンドでね、こうスキャンしたりでもそのスキャンも入りますし、結構普通に敵として使うことができるので、試しにいろいろやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。さあ、ということで、今回はですね、しゃがみレレレとレレレ打ちについてちょっと解説をさせていただいたのと、マウスとかのね、マウスとかキーボードの使い方について解説をさせていただきました。ちなみに僕は、武器の切り替えにですね、マウスホイールの上と下を使っていて、武器1、下に武器2を入れることでマウスでね、武器を変えれるようにしているので、この1と2を、まあ、使わなくてもよくしているって感じですね。3は使います。でも武器を収めるときの3は使うんですけど、1と2で武器を切り替えるのは僕はあまりやらない、このマウスでやってるっていう感じになってます。全身ストイックとかちょっとね、あんまりできないんであれなんですけど、まあそんな感じになってます。僕のキーボードの配置とかに関してはね、そんなに興味のある方はいないと思いますので、そこはまあ割愛させていただいて、今回はこんな感じになります。しゃがみとかね、レレレとかいろいろありますけど、ぜひともね、いろいろ頑張って見ていただけたらなと思います。キーボードとマウス一番最初やっぱりやり始め難しいんで結構大変なんですけど、慣れるとね、やっぱむしろもうなんかコントローラーに戻れないというか、パッドちょっと無理だなって気持ちになるぐらい、キーボードとマウスが使いやすくなると思いますので、ぜひとも頑張ってみていただけたらなと思います。それでは、今回はこんなところで終了させていただきます。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それでは皆さんお疲れ様でした。またね。いやー、なんかチャンネル登録すると明日好きな人に告白されるらしいんだよね。まあ、最悪そうじゃなかったとしてもなんかいいことあると思うんだよね。まあ、最悪そうじゃなかったとしても俺は喜ぶよね。